どうもポルタローです。よろしくお願いします。この水色の首はめっちゃいいでしょ。今日はですね、皆さんに僕のお気に入りのアイテムを紹介しようかなと思ってるんですけど、僕はですね、いろんなお風呂を持ってるんですよね。この水色の首輪もそうなんですけど、兄貴とママさんが結婚する前から飼ってたパンチ君という犬のお風呂らしいんですけど、結構気に入ってるんですよね。これもそうなんですよね。これもお風呂で、ただちょっとサイズが大きいので違うのが必要だなということで買ってもらったのがあるんですよね。それがこちらでございます。この黒のハーネスを限界まで小さくしてつけていたんですよね。この黒のハーネスが僕がこのお家に来てから初めて買ってもらったものですね。これもめちゃくちゃ気に入ってます。兄貴が選んでくれたらしいんですけど、どうですか？こんな風にいつもつけてるんですよね。ただ最近ではもう結構これ小さくなってきたような気がするんですよね。そこで兄貴がネットで調べて新しく買ってくれたのがこれです。どうですか？めちゃくちゃかっこいいでしょ。ポルタローっていう自分のオリジナルワッペンもついてあるんですよ。足跡マークとこっちには骨のマークもついてるんですよね。そしてつけ心地もむちゃくちゃいいんですよ。どう？似合うでしょ？なんかこの僕の白と茶色と黒が引き締まって見えるでしょ？すごいできる男になったような気がしてむっちゃ気に入ってるんですよね。憧れの警察犬になったような気分です。これをつけていろんな匂いを嗅ぎ分けて怪しいものを持ってるやつを摘発する、どうも正義のスーパーヒーローポルタローです。どうぞよろしく。いや、言うてる場合じゃなくて、ただこっからなんですよね。兄貴の悪い癖が出てしまいました。それがこちらです。ででん。これは兄貴が完全に勢いで買ってしまった特殊部隊みたいなハーネスですよね。いや、めちゃくちゃかっこいいんですよ。かっこいいし気に入ってるし、オリジナルのワッペンもつけてくれてるんですけど、ちょっとまだサイズでかいんですよね。これは限界までちっちゃくしてるんですけど、わかりますか？お腹のベルトのとこ、このままおしっこしたら全部ベルトにかかってしまうんですよね。兄貴はね、ちょっとこういろんなものをすぐ買い漁るという悪い癖があるんですよね。いや、別に悪口言うてるわけじゃないんですけど、これをつけてキャンプに行くのが楽しみらしいんですよね、兄貴は。僕も実際楽しみではあるんですけど、まだまだ先になるやろうなぁとは思っています。わかりますか？今後ろで兄貴は昼寝してるんですよ。兄貴は眠りが浅いタイプなので、悪口言うてたら急に全部聞いてんでとか言うて起きたりするんで、うかつなことは言えないんですよね。まあでも実際これも特殊部隊でかっこいいから気に入ってるのは気に入ってるんですよ。いつかこれをつけて山の中を走り回ってやろうかなと思っています。ただまあまだ一回も外に散歩しに行ったことないのに、ハーネスと首輪合わせて5つも持ってるんですよね。今のところ完全に悪い方の癖が前に出てきております。まあそれも良しとしましょう。というわけで今日は僕のお気に入りのアイテム紹介でした。この辺で終わりにしたいと思います。みんなどうもありがとう。パンチ君のお風呂もこれから大事に使っていきますよ。